正方山雄也は、福岡県築城郡築城町出身で、二所の関部屋所属の現役大相撲力士。本名は、松谷雄也、愛称は松谷。身長177センチメートル、体重140キログラム、血液型は A 型。最高位は、東小結。趣味は、ビリヤード、自転車。好物は、チャーハン、火鍋。嫌いなものは、セロリ。 幼稚園時代に空手や水泳などを習ったが、この頃はどれも中途半端であったといい、岩丸小学校時代には相撲一本に絞り、県大会にも出ていたものの稽古は大会前に行う程度であったという。幼少期の松谷はお菓子よりご飯を食べる子であったといい、小学校高学年の頃からチャーハンなどを自炊して食べることが多く、この頃から体が大きくなったとのことである。 シーダ中学校入学後は相撲を中断して野球部に所属していたが中学2年時に体が大きくなりすぎて動きが悪くなったので柔道部の顧問から誘われて柔道に転校。高校進学を間近にした頃近所に住んでいた人物が大分県立宇佐産業科学高等学校の卒業生である柿添徹の父と知り合いである縁から 当時身長1 7 0トル、体重9 0ラムの巨体を持っていた松谷を、同校相撲部の正子正文監督に紹介し、これを受けて松谷は本格的に相撲を行うようになった。相撲に転向した背景には、福岡の柔道のレベルの高さもあり、中学の県大会でも勝てない自分が、高校から柔道を本格的に行っても遅いと松谷は思っていた。 他にも、柔道や相撲の腕を買われて数校から勧誘があり、はじめは、自宅から遠いことを気にして、うさ産業への進学を躊躇していたが、練習後、責任を持って送り届けますと、ま子が申し出たことが、決め手となったといい、実際に、高校時代にはま子をはじめとして指導者たちが、交代で送迎を担当していた。高校に、年と選抜高校相撲うさ大会に、出場し、 ベスト8になったが共に、こと将棋区に敗れている。駒沢大学部教学部に進学し、1年生から団体戦のレギュラーを務めた。大学在学中には、国民体育大会の青年男子 A で、準優勝などの実績を残した。こうした活躍ぶりに着目した数多くの部屋から、入門の勧誘を受ける。その中でも、最初に声をかけてくれた松が、ネオヤの、 外国人力士を倒せるよう一緒に頑張ろうとの言葉で入門を決意し、松が寝部屋へ入門して2006年3月場所において前相撲から初土俵を踏んだ。入門の意思を家族が聞いたのは大学4年の正月に帰省した時であり、母は松谷の決意に反対せず送り出した。後年語ったところによると小さい頃は実業家になりたかった。今はともかく、 大学時代には、相撲で稼いでから実業家になろうと思っていたという。ニ二段へ昇進した2006年7月場所では7戦全勝の成績を上げて優勝決定戦まで進出し、優勝決定戦で、井沢に勝利してニ二段優勝を果たした。2007年3月場所に幕下へ昇進し、その3月場所で6勝1敗と大きく勝ち越し、よく 5月場所においても6勝1敗と大きく勝ち越した。翌7月場所は東幕下9枚目の位置で3勝4敗と負け越し、入門してから初となる負け越しを記録した。2010年3月場所では東幕下日等の位置で4勝3敗と勝ち越しを決め、翌5月場所において新十両へ昇進した。駒沢大学からの十両昇進は、 小形以来33年ぶり2人目、築城町出身の関取は2009年に10両、昇進したこと例以来3人目となった。2010年8月12日、大相撲野球賭博問題の警視庁捜査により同じ、松がネベ屋所属の3段目、わかり起動とともに野球賭博に関与していたことが明らかになり、松がネオ屋方らと記者会見で謝罪した。 2010年6月に行われた相撲協会の二度の調査に対して賭博申告をしていなかったため当初の方針通り解雇の可能性もあったが、温情的に本場所の出場停止に場所の処分に落ち着き、その影響により重量から幕下へと陥落した。波紋を避けてもなお自ら各界から身を引くことも考えたが母からここで辞めたら支えてくれた人に、 恩返しもできないと説得されて思い直し、稽古していい相撲を取ることに集中した。西幕下51枚目の位置まで番付を落とした、近親明けの2011年1月場所では、幕下力士を寄せ付けない、強さを見せ、7000前勝の成績を上げて、幕下優勝を果たした。翌5月技量審査場所でも7000前勝の成績で、幕下連覇を達成した。翌、 7月場所では、大相撲やお長問題により多くの力士が引退した影響もあり、重量への復帰を果たすとともに、自己最高位の東重量3枚目まで番付を大きく上げた。その7月場所では7勝8敗と負け越したものの、翌9月場所では東重量5枚目の位置で11勝4敗と大きく勝ち越した。翌11月場所において、 新入幕を果たし、同時に、それまで、松谷という本名で取っていた、四個名を、昇法山と改めた。駒沢大学元総長の大谷哲夫が提示した、複数の案から両親と相談して選んだもので、大鳥は大谷が住職を務める法泉山長康氏寺の三号にちなんでいる。2011年11月場所の番付は、東前頭15枚目。 この場所では10勝5敗という好成績を挙げた。自己最高位となる西前頭3枚目の位置まで番付を上げた2012年7月場所では10日目まで3勝7敗の成績だったものの11日目から5連勝して8勝7敗と勝ち越した。東前頭ヒットを終え番付を上げた翌、9月場所では4日目に大関こと欧州を破ったものの 最終的に7勝8敗と負け越した。翌、11月場所は3大関を破る活躍を見せ、10勝5敗の好成績を上げて、自身初となる関東賞を受賞した。2013年1月場所では、新三役に昇進した。この場所からしばらく、種ヶ島酒造から送られた黄金の締め込みを本場所に採用していた。場所2日目の NHK 大相撲中継では、 北の富士から黄金の締め込みについて肌が黒いからよく似合いますよね。白鵬がした時はなんとなくしっくりこなかったんですよねと評された。この場所は7日目に大関、こと正義区を破ったが最終的に4勝11敗と大きく負け越した。平幕へ降下した翌3月場所は序盤校長だったが終盤にかけて 負けが込み7勝8敗と2場所を連続で負け越した。場所後の3月27日には保育士の女性と結婚したことが4月17日に部屋で開かれた会見で明らかになった。この会見ではその女性から三役にならないと結婚しないよと励まされ、見事に約束を果たした経緯を明かした。翌、5月場所は14日目に大関、こと、欧州を破り、 最終的には8勝7敗と勝ち越した。翌、7月場所は3場所ぶりの小結復帰。この場所は7勝8敗と負け越したが、14日目に、大関、こと、欧州を2場所連続で破った。東前頭ットへ下がった翌、9月場所は2日目に、横綱、春間富士を押し出して、横綱戦伝の初勝利、並びに、初金星を獲得した。 その後も6日目に大関、こと欧州、8日目に大関、こと棋区を破る活躍で、千秋楽に8勝7敗と勝ち越しを決め、2回目の関東賞を受賞した。同年10月2日には、長男が誕生。翌、11月場所は2場所ぶりの小結復帰。小結復帰は2回目。この場所は4勝11敗と大きく負け越したが、3日目に大関、こと、 欧州を4場所連続で破った。2014年3月場所は4度目の小結座位となったものの終盤の4連敗が響いて5勝10敗に終わった。翌5月場所は東前頭5枚目の地位で8勝7敗として、場所後の6月21日には挙式披露宴を都内のホテルで行い、大関、稀勢の里ら2所の関一門の関取、親方衆。 関係者ら約400人が出席した。同年、11月場所は結果として松がネベヤ所属として最後の場所となり、この場所は新入幕となった2011年11月場所以来の全頭二桁台の地位を与えられたが二日目から5連敗するなど振るわず、これが王を引いて先週楽に負けて7勝8敗の不振に甘んじてしまった。2015年3月場所は、 東前頭8枚目で迎えたが、初日から13連敗を喫するなど1勝14敗と大きく負け越し10両転落。5月場所、7月場所ともに負け越し、引退も考えたが、夫人からやめればいいじゃんと言われて、俺やりきったかなと考えたら、やりきってなかった。だったらもう一回頑張らないとと目が覚めた。9月場所では一点13勝2敗で、 初の重量優勝を飾り再入幕を果たした。西前頭10枚目で迎えた、ご当地福岡での11月場所は、14日目までに12勝2敗の快進撃を見せ、優勝争いが自身と13勝1敗の横綱、春間富士、12勝2敗の横綱、白鵬の3人に絞られていたため、先週楽に白星を挙げれば、優勝決定戦に持ち込まれる可能性があったが、 アミニシキに敗れ12勝3敗の優勝時点に終わった。しかし、好成績が評価され3度目の関東賞を受賞した。2016年1月場所は2日目にこの年で最初の白星となる春馬富士からの金星を獲得したが、上位の壁に阻まれて5勝10敗の負け越し。続く3月場所も4勝11敗と大敗に終わるが、西前頭11枚目まで番付を交代させた。 5月場所では11勝4敗と好成績。同年9月場所では初日からに連勝したものの3日目から3連敗、8日目は伊佐宮氏に勝ったと思ったけど土俵が丸かった。四角だったら出ていなかったと名言を残した。幕内での伊佐宮氏は2015年3月場所9日目以来で、その時も昭宝山が伊佐宮氏による敗戦を喫している。 11日目の千代の国戦では激しい突っ張り合いを、制して、白星を挙げるも、12日目から休金相撲を3、連敗、千秋楽に勝って8勝7敗。11月場所も8勝7敗と勝ち越し。前頭2枚目となり、久しぶりに横綱、大関陣と顔を合わせる地位に戻った。安国神社法の大相撲を土俵入りする、昭宝山関、安国神社法の大相撲。 正宝山関の相手は、吉風関2017年1月場所は、初日にいきなり大関の照ノ富士を破る、コースタート。二日目の閣流戦は、右小手投げで一旦は、軍配が正宝山に上がったものの、差し違いで敗北となった。この相撲では、正宝山の左足が先に出たものの、同時に、閣流も死にたいになっており、取り直しが妥当ではないかという意見も多く出たが、 本人は、全然ダメ。自分の足が出た感触があったと潔く敗北を認めた。それでも、気持ちを切らさず、三日目に、春馬富士を破り、三つ目の金星を獲得。八日目のこと正苦戦も勝利し、横綱、大関戦を三勝四敗と悪くない数字で中日を折り返したが、中日以降勢を稼げず、十二日目に、正代に敗れて八敗目を喫し、 負け越しが確定。それでも残りを三連勝として一つの負け越しに抑えた。三月場所は一枚加工の東前頭三枚目で迎えた。初日から五連敗と星が上がらなかったが、六日目に横綱、鶴竜を破って二場所連続の金星を獲得。しかし、そこから再び連敗し、九日目に負け越しが決まったが、そこから少し持ち直して五勝十敗で終えた。 東前頭8枚目で迎えた5月場所も10日目に負け越しを喫するなど中盤まで不調であったが11日目から4連勝したこともあって6勝9敗と踏みとどまったこの場所中足を滑らせて負けた取り組みを NHK 大相撲中継のインタビューでアナウンサーに触れられたが弱いから負けたんです気持ちを切り替えて頑張りますと答えこの言い訳をしない姿勢に対して 場所後の相撲雑誌の当初で絶賛して、好感度がとんでもなく上がったと答えるファンもいた。7月は、西前頭10枚目と、およそ1年ぶりに2桁の番付に落として臨んだ。中盤までの星取りは5分だったが、11日目から後、連勝で10勝5敗と2桁の勝ち星を挙げた。東前頭4枚目に番付を戻した9月場所は、5日目に、大関、照ノ富士。 12日目には、大関、豪栄道を破るなど、三役以上の力士との対戦を4勝3敗と、勝ち越し、8勝7敗で勝ち越しを決めた。東前頭三枚目で迎えた11月場所は、初日に、関脇、吉風、二日目には、大関、出るの富士を二場所連続で破る、コースタートを切った。五日目には、横綱、 木牲の里に対して終始攻め込む検討を見せたが敗れた。それでも7日目には、大関、豪栄道を2場所連続で破るなど序盤は存在感を見せたが、中日以降8連敗を喫して3勝12敗に終わった。この年6場所で51敗を喫したのは幕内最多敗記録となった。2018年1月場所は6枚加工と、やや番付運に恵まれ。 東前頭9枚目の地位で土俵に上がった。この場所は12日目に勝ち越しを決めるなど、比較的好調であり、9勝6敗の勝ち越しに終わった。翌、3月場所は5枚上昇の東前頭4枚目の地位を与えられた。この場所も勝ち越し、5月場所は2枚上昇の東前頭2枚目を与えられた。この場所は先週落にギリギリの勝ち越しとなったが、 優勝した横綱、角竜に唯一の黒星をつけ、かつその角竜から金星を獲得したことが評価されて、自身初の四勲賞を受賞した。7月30日の夏巡業大津場所では6番、申し合いを行った。同日の2017年に年間最多敗を喫して、今年もまた最多敗となってしまいそうなので、巻き返せるように稽古したいという趣旨のコメントを残している。 翌、7月場所は、久々に小結びに戻ったが、見せ場らしい見せ場を作ることができず、序盤から負けが混んで3勝12敗の大敗。番付を、東前頭7枚目に大きく下げた9月場所は、序盤は3勝1敗とまずまずのスタートだったが、中盤以降に失速し、7勝8敗と2場所連続の無効休勤に終わった。西前頭枚目の後頭所、月場所は、 序盤は3連敗を喫するなどややつまずいたが、6日目に、同郷のこと正区との大熱戦を演じてからは、復調し、8日目からの連勝で勝ち越しを決めた。9勝5敗で迎えた千秋楽は、大関、土地の神との取り組みが組まれ、口から血を流しながらも上手投げで倒し、10勝目を上げた。2019年1月場所は、番付運に恵まれず、 4枚上昇の西前頭3枚目の地位を与えられた。この場所は初日から3連敗。中盤以降やや盛り返したが、13日目からも3連敗を喫し、5勝10敗の大敗。翌場所も番付運に恵まれず、6枚半加工の東前頭9枚目。この場所は場所を通して波に乗れず、7勝8敗と2場所連続の負け越し。5月場所は、 東前頭10枚目で迎え、6勝3敗の10日目から4連敗を喫したが、14日目、千秋楽と連勝し、3場所ぶりの勝ち越しを決めた。千秋楽の相手は、この場所新入幕の炎方で、大熱戦の末に、右からの上手投げで這わせている。東前頭9枚目の7月場所は、7日目までは4勝3敗だったが、そこから4連敗。 結局は6勝9敗だった。東前頭11枚目の9月場所は3勝3敗の7日目から3連勝。その後も白星を積み重ねて13日目、この場所好調だった秋を押し倒して2場所ぶりの勝ち越しを決め9勝6敗で終えた。東前頭9枚目の後当初、11月場所は場所を通して白星を先行させ、 13日目に2場所連続の勝ち越しを決めて8勝7敗だった。無観客場所として行われた2020年3月場所では中日に通算1000回出場を記録。この場所は10日目に負け越しを確定させるなど不調で、最終的には場所を4勝11敗で終えた。立ち合いの諸手突きから突き押しを基本に、相手の懐に入るかそのまま突き切ることが、小法山の方である。 元若野さんは2014年3月場所前の座段階で当たる角度が良いから相手も起きると技量に裏打ちされた当たりの力強さを評価しており突っ張ってスパッと2本入る刺身の良さについても話していた一方で大志のブは同じ座段階で突っ張っている時に少し顎が上がり気味でそれを直せばもっと突っ張りの威力が増すと指摘していた他に 大型力士が相手であっても、まともに寄り立ててねじ伏せる相撲も得意である。立ち合いで手をつかないことが多く、2016年10月28日に行われた土俵祭りの後に、師匠の二所の席が、友綱審判副部長から注意を受けた。2016年11月場所前の座談会では、ナルトが、小宝山は4つ相撲になっちゃったのかな。 前はついたりしていたんだけどと言っており西岩も右からの上手投げは強いですね。そうは言っても一番の持ち味は突っ張りですから突き押しをもっと磨いてほしいと話していた。2017年3月場所前の座談会では竹縄が投げ方がうまいですよね。足を寄せてから投げるのはこの人独特じゃないですかと評していた。二千十七年三月場所中日の木瀬の里戦を 終えた、才の、大体の人は、もろ差しになったら、勝てるのに。いやぁ、重かったというコメントから、四つ相撲の取り手であることを、本人も案に認めている。軽量のため格上が相手であれば、もろ差しになってもたつくと負けることがあり、2017年、1月場所3日目の春馬富士戦で金星を獲得した、才には、入ったら走るしかない。投げられても良いから、前に出ようと思ったと前日に、 各竜に前に出られて負けたことを反省するコメントを残している。裏を返せば、この金星の例のように攻めが早ければ、横綱クラスの力士にも対抗できる。相口を見るに、宝富士のような左の、相四つ、豊響きや竹風といった押し一辺倒の力士には有利であるが、壁山や土地の神のようなパワー型の右四つ、 力士や、妙義流や吉風といった機敏な力士には不利である。2017年7月場所は5秒以内に終わった、相撲が15番中7番、3秒以内に終わった、相撲が15番中4番であった一方で、10秒以上かかった相撲が6番と、相撲が早い面もあれば遅い面もあるといったところで、ある。後日の通り上位陣を立て続けに負傷させたことも、あるが、 2017年9月場所の相撲ぶりを見て、武蔵川は場所後のコラムで、ちびっこギャングという割には根性が今一つないんだよな。若い相手などには睨みつけてガッツを見せるんだけど、春馬富士とかの上位に流行らないんだもん。上位陣にこそもっと見せてほしいんだよ。と注文をつけている。2017年11月場所前の西山のコラムでは、高啓勝と共に、 叩きの上手い力士として名前が挙がっており、同年9月場所の12日目と13日目を、豪栄堂が連敗したのは、このように叩きの上手い力士との連戦であったからと、双子山は解説している。張り手も強く、2017年11月場所2日目には、元大関の照ノ富士が、くらっと来たと、この日の取り組みで、小宝山に食った強烈な張り手を振り返った。雑誌。 相撲の2018年3月場所、幕内特製番付では34歳とベテランながら回転の速い突っ張りやもろさし速攻はまだまだ健在だと寸評が書かれている。2019年11月場所は連日張り手を繰り出し、ベテランらしからぬその激しい相撲はアベマ TV で解説を務めた朝日道さんから絶賛された。 2019年には35歳になったが、運動量と持久力は幕内随一で、遠方にも負けないスピードを持つ。2019年7月場所中には自分がスピードナンバーワンと思ってますから。それに、吉風関の方がよっぽど早いですよと話していた。2016年に4つ主体の相撲であったところから、一転2019年には動き回る。 月押し力士としての本領に戻ったと言える。2021年7月場所終了現在、ありがとうございます。